市川の当家伊藤幸夫停車場で釣り船と往復切符と一緒に市川通り案内という紙をもらって汽車へ乗ったポカポカ暖かい日であったから3等車は混み合って暑かったが2等車では歌い本を広げて首を振っているひげを見受けた市川で降りて人の後へ着いて山頂ほど歩くと すぐそこが通りんだ。不規則な道はついているが、人を入れまいとしつらえた垣根は厳重で、着物の裾に、二つ三つ、鍵先をせねば、十日の人となるわけにはいかぬのである。道が曲がりくねっているから、見たところが窮屈で、ごちゃごちゃしているので、一向に鏡が薄いような心持ちがする。再び本堂へ出ると、 桃の枝に中山こんにゃくをぶら下げ、自転車へ乗ってくる人に会った。